座りいただいて。ちょっと待って。はい。見ていい？ダメ？まあいいよ。もうそれよりもうとんでもないこと言うけど、それでもいいなってやったら、今紹介してもらって。そうですね、あなたの話よりも私はここにあるやつが楽しみ。本当ですか？じゃあどうぞ。ドッキリでしょ、どうせ。なんか話があるってあんた。いや、今回は仕事のやつです。仕事のやつ、すいません。あ、2つとも結局仕事のやつで紹介はせずってことと思いますので、できないですね。あ、できないです。いや、パジャマやねんけど、いい加減にして。かわいい、着替え忘れて。これもうパパラ史上今世紀最大の動画になるのに、あんたこのパジャマでいいの？はい、大げさでくさいいんや。いいよ、もう後からもう後悔しても知らんからね。いいよ、別に。怖い。今うちの母親を人質にしてるとか。あ、今マジでいらんことしたら、その私の母親命がないみたいな。いいんやな。怖い。じゃあ汗かいてきた。怖い。早くいいから。もう分かったて。今日は抜き打ちではあるんですけど。抜き打ちって怖い。今日の企画は抜き打ち妊娠報告動画でございます。イエーイ。おお、妊娠報告動画。だから抜き打ちでジンジンが妊娠してないかなっていうチェック。さすがにどうですか？ちょっと待って、これ回せないかも。カメラし回せない。なんで？臨月のこれ3ヶ月は無理やで。これ間違えたわね。これは間違えた。だいぶ間違えた。じゃなくて、あんた私たちね、こうやってジンジンのなんか妊娠、怖い、何？妊娠がなんか5ヶ月、じゃ5年目とかさ、5年目です。言ってきたんです。よろしくお願いします。なんですけども、本当に私今回ね、ちゃんと聞いてもらっていい？私今回本当にこう授かりましたの。え？本当にこれ今の流れ嘘みたいだけど本気。母になるの私。現実を突きつけるね。もう多分今の中で信じてくれへんと思うから。じゃああんたが悪いです。せやな、せやな。普通にガチ？これ見たら多分。うわー、何？これ私のお腹の中の今これがいてるんですよ、私のお腹の中に。すごーい。これすごくない？桜井冬子1999年2月12日。せやよ。そう、私やよ。私のこれエコー画像よ。お母さん。ママのじゃないよこれ。私が生まれる時のじゃないから。まだ今はね、今動画撮ってる段階って安定期とかに入ってるわけじゃなくて、本当に妊娠が発覚して今すぐなんですよ。初期ってこと？だからまだほんまに今天やねんけど。すごい。本当？信じてくれへんわけ、いつまでだっても。病院どこ？電話していい？やめて、迷惑やから。本当？ほんまやて。あかんわ。せやよ。力加減。待って。これから力加減、これあかんで。まあ今回はね。そうで、おめでとう。ありがとう。おめでとう。すごい。子供？せやよ。ベイビーちゃんが生まれますよ。自分もな、そう結婚してからえぐ。ちょっと喋らせてもらって。すごい。えぐいと分かった。今日泣かないよ。そうやね。今日はちょっとハッピーに。結婚報告の時もう大号泣やったやん。命だよ。そうやよ。もう知らんけど、命やね。これ新しい命が今ここに宿ってて、ここからこう頑張って成長して生まれてくる。今もう泣かせに行こうとしてるからダメです。頑張って生まれてくるよって、私と私の旦那の血を引き継いで頑張って生まれる準備をしてるんだよって、人事おじさん待っててねって言ってるんです。ここの中で泣いてます。ありがとうございます。そう、どう？やめて。もう僕もうそうなんですよ。人事おじさん待っててって言わなかったね、今ね。もうこれがね、やっぱ決め台詞でした今のは。そうなんですよ。なんかすごいね、なんかさ、田中だってさ、家族みたいだから嬉しい。なんか妹に子供できたみたいなもんはなんか簡単に。うちのリアルの妹たちはまだだよ。そうだ、確かに。待って待って。ちょっと待って。一回触らせて。ただのお腹やけどね、今は感じない。なんだろう、まだこっちの方が生命感じる。動いてる。すごい。今足蹴ったかもしれない。本来はね、多分安定期とか入ってから周りの人たちには報告するのがまあ普通なんか知らんけど、私の場合はちょっと仕事が特殊なので、まあできひんことが増えまくりますので、動画の中でね。だからまああんたには一番初め言っとこうかなと思って。初めて。さすがにごめん、お母さん。あ、だよね。それはそう。さすがに母さん。それはそう。待って、あんた見て。何？これ冷たい水冷やしなよ。常温に変えます。冷たい水ぐらい飲ませてそんなんやったらダメです。いやじいじ僕これサポートしちゃうの。そうやね。いや大喜利企画は私に任せなさい。そうやね。その代わりに、うん、傍らで、ファインオン、ファインオンでチアリーダーのこの全身動かさないぐらいのこうチアリーダーダンスぐらいの応援をちょうだいじゃん。チアリーダーは私頑張る。応援団長そうね。あ、最高。だからへそ出しちょっと泣きそう。もう最高。なんで泣くねんまた今チアリーダーの話。ちなみに私たちじゃないです。私別に旦那がいる。そうです。私は普通に独身のゲイです。すみません。めちゃくちゃ男好きです。子供欲しいなっていう話はしとったの。ずっとで結婚してから割と妊活をした時期もあったんですよ。けど妊活をちゃんとした時期には授かれなかったの。だからあ自分は今タイミングじゃないんやろうなと思って、だからさ毎回妊活ってさ、まあ、落ち込むわけよ。その毎回生理が来ちゃったらね、自分的にもしんどかったから、だから一旦もう本当に自然に妊娠できたらその時はその時でなんかラッキーで今はいいやと思ってやめたの。じゃあ授かったの。だタイミングは今やったという話やったんです。すごい。だから望んでとして頑張った期間にできずに、じゃあまた今度って言った瞬間にできた。あそうまた今度っていうかなんかいつかできたらいいなっていうモードに切り替えたらよし仕事頑張ろうそうっていうモードにに切り替えようかなって授かったから本当にタイミング分からへんなと思って。遅れてたからその生理はね、けどなんかたまに遅れたりしてたんよ。1週間遅れるとかはまあ割と大丈夫かなって思ってたんやけど、今回は体の異変が違くて寝ても寝てもとりあえず眠いの。もう基本でも8時間睡眠や。そうね。バリ寝るやん私寝るやん。けど8時間睡眠で足りひんねん。10時間寝ないとなんか正常に起きられへんって。なんかなんでこんな最近眠いやろうと思ってたの。ほんで季節の変わり目ちょっと暑かったのが今寒くなって秋らへんになったからなんか眠いんかなって勝手に思ってたんやけど、いつも生理前でも胸は張るのね。だからあいつも生理前やと思ってたんやけど、本来やったら生理そこで来て胸の張りが落ち着くで痛いとかならへんけど、今回ずっと張っててなんでこんな胸の張りが続くんやと勝手に思ってたんよ。もうおっぱい大きい時期がずっとあって、むしろこのままずっと追ってくれぐらいなんか綺麗なね、なんかすごい時期やったの。太ってあ胸まで成長したありがとうと思って勝手にそれでそうって思ってたら妊娠やった。京都行ってたから帰ってきたらとりあえず検査薬やってみるか的なテンションで、まあ今までも使ったことがあったんですよ。だから普段やったら検査薬を使って判定に大体1分ぐらいかかるので、検査終了の線が1本だけやったら陰性で2本出たら陽性なんですけど、そうほんまに陽性の時ってだから陰性の時はもう1分間ちゃんとずっと待ち続けないと検査終了の線は現れへんわけ。けど陽性の時ほんまに検査し始めた瞬間陽性がね2本出るのに陽性の方の線がめっちゃ出て、私の場合ねえってなって、しかもほんまに子宝の神社に行ったの。その数時間後1日後だからもしかしたらそうかもなって思ってたけど、そうやったらいいなと思って子宝の神社に行って授かってますようにみたいな感じでこうお祈りをしたんですよ。じゃあ本当に授かってた。そう来年にはおんねんけどもう1年後には全然生まれてんねん余裕で。どうする？よろしくね。とりあえず一番初めないのアンパンマンやりたな。そうねアンパンマン。アンパンマンよりちょっととりあえずジャラ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 。吊るすわ。吊るすやつ。あとベビーベッド高いね。ベビーベッド高いねんかお願いね。そうそうそう。あとベビーカー欲しいな。ベビーカーもベビーカーベビーベッドあとチャイルドシートも欲しい。おお。あとお洋服はね性別分かったら言うね。そうね。その時にまたなんて呼ばれたい子供に。ジン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 でいいよ。ジンジンでいいよ。ジンジンこれ買ってっていうのを一番初めに教えさせた。うわちょっとさジンジンこれ買って買っちゃう。もう言いなさい。どうするこのティッシュみたいなちっちゃい子供にジンジンこれ買ってとか買っちゃうよ。もうお母さんに口座のカード渡しとくからお母さんよろしくねって言って。これ超初期なんですよ今妊娠ね。ただ仕事仲間なので初めに伝えているっていうだけでここから多分つわりが始まるわけなの。だからこの動画が上がってる時は多分もうみんなに知らしてる時だと思う。お知らせしてる時だと思うんだけど、もしかしたらこの今後子宝を休止することになる可能性はあるし何ヶ月間かね。そうね全然それはもうそうそれはちょっと話し合ってね、いろいろ決めようかなと、はい、まだ今現時点ではまだその話し合ってないので、まだこれ以降動画が多分なんか上がるので、よかった素敵やわ。これであとは一般あんたが安静にして栄養いっぱいとって、ね、産むところまでだもんね。そうでも産んでからですからね。そうだよね、そうそう、産んでからがスタートですから、ね、だからまだ安心はね、とりあえずでも一旦ね、これはちょっと収めとこうかなと、動画に。素敵。ウランとかにちょっとどうすればいいの、先輩お母さんやからね。そうだよね、仕事のこともさ、どうやって進めていったか。あの子もだって、あの子たちもグループだしさ。確かにな。でもなんか休止してたよね、ちょっと間。そう、休止して2人でやってた。でも3人おるからな、こっち2人やからな。もう個人チャンネルになってももうな、あんた一人やって。そうなんよ、どうしよう。でもそうやったらわざわざパパラを頑張らなくても一旦もう休止で、その方がいいと思う。クオリティをちゃんと保って。そうね、そうね、もうなんかその妥協してちょっと田中が2とか。そうやな。でその間はもうお互い個人チャンネルがあるから、もうできる範囲内でお互いやる。でたまにこうSNS で元気みたいなとか、なんか2人のね、やっぱ近況報告。そうやな、それはやりつつやな。でもな、ほんまにな、私も予想ができないので、ここからの体調はとりあえずだからちゃんと子宮の中でいてくれてたっていうのが安心、一安心って感じですけれど、今んとこ都を作ろう。お腹の中にね、そう、いいお家、いい環境にしてあげる。スリーショット撮ろう。松崎さん、じんじん、私のマタニティフォト。マタニティフォト撮ろうよ。ペイントしてあんたもやりやで、うちのマネージャーをみんなお腹出てええやん。でもほんまにさ、子供ができるとか予想もしたことない過去のさ、自分たちはさ、子供ができたらパパラピーズは解散すると思うって言ってたけどさ、多分案外こんな感じで続くよね。で今のところ辞める理由はないかもしれない。ないよね、後々やね。うわ、そっか、パパラの未来がどんどん変わってくる。すごいいい方向へ。素晴らしいパパラという物語が。すごいですね。さあ、ちゃんおめでとうございます。はい、本当にすごい。みんなも大きな拍手を。まあ、さぞかし大きな拍手をしてくれていることでしょう。自分をね、第一にという気持ちで。そう、だからいつでもイコールですから。いつでも人事のこれ気にしていいからもう。すまねって子供のためなら、あんたあっち行けっていうのも全然いいやん。いいですよ。そう許してくれんねん。そう、元気に産んでくれたら。すごいね、この広い。だから私のことドッキリやめてな、こっから。びっくりさせるやつとか。そっか、ちょっと待って、あかんやん。え、待って、そんなよ。いいやつはいいよ。そのサプライズ的なイエーイ的なやつだったら全然いいけど、怖がらせるとかびっくりさせるとか絶対あかん。それ系のやつあった。もうそれやめて。終わりやん。それはもう一旦廃止。どうする、2人でクラシック聴いてみたとかやる。ありでこうやってありなんや、すごい受け入れてくれた。素敵な動画じゃない？素敵すぎて誰も見に行った。誰が見たいで、私らがクラシック聴きに行ってる動画。でもちゃんとそういう大事よ。そうだから、でもそういう動画になるんやったら一旦休止しようって、それしか撮られへんやったら一旦休止しろって話なんですよ。